マトバ樹は、大阪府大阪市住吉区出身の元プロ野球選手。現在は、千葉ロッテマリーンズ一軍戦略高知県、バッテリー高知ー補佐。中学3年時には、ボーイズリーグジュニアホークスで、全国優勝。上空校では、大場豊先とのバッテリーで、三木はじめも同期。明治大学時代は3年春に、小笠原隆と組んで優勝を経験。 4年時は首相を務めながら同期の木塚厚史とバッテリーを組みアマチュアナンバーワン保守と評価された。東京六大学リーグは通算60試合出場、205打数50安打、打率244、本類打3、打点18でベストナインを2回受賞している。1999年のドラフト会議において、 福岡大英ホークスから30目で指名を受け入団。また、2000年のシドニーオリンピックのアジア最終予選に日本代表の一員として出場した。ソフトバンク時代2000年には、聖保手の城島健治が負傷したため、34試合に出場した。2004年に開催されたアテネオリンピックで野球日本代表に城島が選出されると、 田口正則と共にその穴を埋めた。2005年には城島が怪我で離脱した際にも大半の試合でスターティングメンバーを任され4年ぶりに本塁打も2本打った。その年出場したプレイオフにおいても城島が公式戦終盤に骨折欠場したため正捕手を任された。2006年に城島がシアトルマリナーズへ移籍したことから チームの新生保守争いが激化した。的場は、経験、安定感に勝ることから最有力候補と目されて、おり開幕先発出場を勝ち取るなど、シーズン序盤は常時先発出場をしていたが、自身の打撃なんと、山崎勝美の対等によって、中盤以降は、斉藤和美専属保守の形になった。プレーオフでは、対戦相手の北海道日本ハムファイターズに、 優勝を決められた時に、悔しさのあまりに号泣した。2007年も引き続き、主に斉藤が先発する試合でマスクをかぶったが、その斉藤本人が、故障がちだったことや打力に引い出る田上秀則の、対等によって、前年よりもさらに出場機会が減少した。2008年は、斉藤の怪我が悪化したことでシーズンを棒に振ったことや、的山哲也の加入、さらに、 高谷博明が起用されたことからほとんど出番がなく、先発出場は2試合のみ、トータルでも8試合出場に止まった。2009年は1軍出場すらない状態で、2軍でも38試合の出場に止まる。同年10月3日にソフトバンクから戦力外通告を受けた。その後行われた12球団合同トライアウトを受験し、 千葉ロッテマリーンズの周期練習でテストを受け、同年11月20日に、ロッテへの入団が発表された。なお、戦力外通告を受け、トライアウトを経て、ロッテの入団テストに合格するまでの天末は、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちに1009で紹介された。キャッチボールをする、まとば2010年は、 聖保守の里崎智也が離脱したこともあり、リードや守備での実力が認められ、一軍での出場機会を前シーズンから大幅に増やし、新たなるリストラの星として注目された。この模様はバースデーで第2の野球人生家族のためにとして放送された。9月25日のオリックスバファローズ戦では、プロ入り初の猛打賞を達成し、 自己最多となるシーズン30安打を記録した。クライマックスシリーズでは、里崎と平洋で先発マスクをかぶり、リーグ優勝したソフトバンクを相手に下克上を果たす。ロッテ時代ところが、2011年は27試合の出場に止まる。2012年は一軍出場なしとなり、同年10月7日付で戦力外通告を受け、現役引退。 2013年は、古巣のソフトバンクに3年ぶりに復帰し、1年間スコアラーを務めた。10月26日、2014年から、北海道日本ハムファイターズの2軍バッテリーコーチを務めることが発表された。その後、2017年まで同職を務め、同年限りで退団した10月19日、2018年より、 ロッテの一軍戦略コーチ兼バッテリーコーチを務めることが発表された。チームには一軍ヘッド兼内野守備走塁コーチの鳥越雄介がいるが、攻撃時は一塁ベースコーチを担当するため、的場はベンチで作戦面を担当する。二年目からはバッテリーコーチは補佐となった。現役時代は遠藤115メートルの強剣が売りで、キャッチングに定評があった。 ソフトバンク時代は、同学年の斉藤和美からの信頼が厚く、斉藤の専属保守を務めた。愛称は、マットン。明るい性格であり、ムードメーカーとしても活躍。ロッテ時代はそのキャラクターから、幕張の熊田、正さと呼ばれた。福岡ソフトバンクホークス所属時の2005年の、パシフィックリーグプレイオフ第2ステージで、千葉ロッテマリーンズに敗退後。 ベンチで一目もはばからず号泣したが、その際、骨折で出場できなかった、城島健治が、松葉杖をつきながら、的場のもとへ歩み寄り、この悔しさを心に留めておけよと語りかけられた。ロッテ時代の登場曲は、AKB48 の曲を使用していた。これは、的場自身の選曲ではなく、もともとの登場曲を、 チームメイトの福浦和也のいたずらで変えられたためである。また、その影響から、的場の応援歌も、同グループの皆さんもご一緒にの替え歌が使用されるようになった。遺跡5発のお立ち台では、AKB48 ファンクラブ、会員番号67番の的場直樹です。と名乗り、スタンドの笑いを誘った。実家は、浄土真宗の古刹、西光寺で、 長男として生まれた。姉が一人いる。ありがとうございます。